催を記念し、株式会社無限エステート代表取締役会長藤田進様、代表取締役社長藤田真一様、そして令和チャレンジヴィッセル神戸戦ツイッターキャンペーンにおいて花束贈呈セレモニー参加権を獲得しました小林渉様より審判団両チームキャプテンに花束が贈呈されます。